ネタバレ禁止って言うの後に見どころゆえでおかしいありがとうございますでももうちょっとさ、なんかこう<え>もうちょっとなんかこうあ、そうなんですかそうなんですか<や>、えー、みたいな猫って素敵ですよねはい、じゃあ小上さんお願いしますヤシロさんが素敵なんて言わながら <laughs> ちゃん、そこは<え>猫じゃなくてさ本日はスーパー銭湯純烈ゃ追いだきめん。 完成披露舞台挨拶付き上映にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。えー、ジュンレッド役をやらせていただきました。白川裕次郎です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて、ジュンブルー役の小田井亮平さんお願いいたします。はい、えー、本日は本当にありがとうございます、えー。やっとこの日を迎えることができました。という気持ちでいっぱいでございますえー、何卒短い時間でございますが、よろしくお願いします。小田井亮平です。ありがとうございます。続いてジングリーン役。 後上翔太さんお願いいたしますはい、えー、たくさんの皆様お集まりいただきましてありがとうございます、えー、この後、えー、映画本編も見ていただくんですけれどもその前に、えー、ちょっと皆様に楽しんでいただければと思っておりますよろしくお願いしますありがとうございます続いて純バイオレット役酒井和義さんお願いいたします俳優の酒井和義ですまたかよよろしく <laughs> またなのこ言葉少なですね <laughs> だいぶねありがとうございます では最後に仏田博監督お願いいたしますはい、えー、監督の仏田です、えー、一作目に続き、えー、さらにとんでもないことが起こってるんでお楽しみにしてくださいよろしくお願いしますありがとうございます皆さんの各自の見どころを お一人かお一人ずつ聞いていきたいんですがネタバレ禁止って言うた後に見どころゆえっておかしいやか <laughs> <所>いやいやでもなんていうの自分のやったところギリギリのラインそうそう自分のやったところの見どころをギリ,ギリギリの見どころギリギリのところではいあの難しいね、まあ、難しいんですけども <laughs> これかられもねこれ,これから見るんですけど酒井さんからお願いしていいですか <laughs> なんで俺からやでなんで俺からやで <laughs> や手,本手本をリーダーからね、えー だからえっ、ー、と <laughs> 今回の主人公は前回は五神さんが初めて変身するという、えー、ストーリーだったんですけど今回は白川さんが主人公でやっぱりアクションシーンがねふんだんにあるんですその風はなんだったんですかパートワンの時 <laughs> 白川さんはあの肩を故障していて、うん、その後手術もされてもう今回は万全な状態でちゃんと筋トレもして。 ちゃんとパンプアップしてね体も仕上がってるんでだから白川さんのアクションと肉体美かななるほど,どなるほどありがとうございます小上さんどうですか、うん、そうですねああのまあ、ネタバレがダメということででまあちょっと大ヒントなんですけれども、えー、今回の作品ではとんでもない悪党が出てきます、えー、その悪党をなんと純烈が 戦うというね <laughs>、えー。そういう感じのストーリーとなっておりますので、えー、以前のことを言うてい期待してみていただければなと思いますので。マスコミの人もお前,お前。千賀さんお願いします。そうですね。あの今回からまあ初登場になります。はい、あのロボ戦。はい、それがちょっとこう見どころでもありますし、先ほどリーダーも言ってくれましたけれども、まあ今回は本当にあの私たくさんアクションシーンありますんで、ぜひそういったところ。 楽しみに見ていただければと思います。なるほどなるほどありがとうございます。じゃあ小井さんお願いします。そうですね。まあ見所しかないんでね。おなるほど。説明しようがないんですけど、なるほどまあとにかくやっぱりのまあ先ほど白川さんが言いましたメカがねロボットが出てくるという、はい、まあそれも見所ですし、もう今回はね僕的にはですよ。はい。オフロディーテって皆さんに言ってわかります。見た方にはわかると思うオフロディーって見所ですよ。 ななるほどなるほほどどこれはもうなんで見どころかというとこれは見てもらわないと言えないんですよ、ここからネタバレになってしまうのでね、<laughs> なるほどお風呂でいっ手が今回、ものすごい仕事してくれてはるんですよ。確かにそうです、ね、そううでですすなん僕ね、個人的にあの実は八代さんに八代さん、絵めっちゃうまいんですよ、八代さんに僕、絵教えてもらったんです、おなるほどそうあのちょうど水彩画描いててでそのタイミングで八代さんとお会いすることがあったんで八代さんに楽屋まで行って、すいません、八代さん。 今度こうこここうでこううでいう番組出るんですけど水彩があって小学校以来書いたことないんですよって言うてああすいませんがなんかうまく書けるポイント教えてくれますかって言ったら八代さんが「いいわよ」って言って教えてくれた八代さんすごいのがめちゃくちゃ丁寧に教えてくれるわけそれこそ手取り足取りのノリをほんで最終的によマネージャーさんに「ちょっと書くもの貸して」って言ってで鉛筆もらってんで俺が持ってったこた自分が書いた絵があんねんけどそれを見ながら うん、これね、こうやったらうまく描けるからつって俺の描いてる絵に自分が描こうとしたから <laughs> 慌てて止めて八代さん、ちょっっと待って代さんこれね、僕が描かないと意味がないで八代さん描いちゃったら意味がない確かにそうなのつって <laughs> 頑張ってっ,つって言われて <laughs> ほんで結果的に八代さんやっぱ普段から持ち歩いてるの画材を<ー>でその自分が描いたスケッチの猫の絵とか見せてくれてめっちゃうまいの。うんで こ,こ,こ,をこういう感じで書くとこういうふうに見えるからこういうふうに書いた方がいいよとかっていうのを俺教えてもらって番組出てその回優勝したからなるほどじゃあそれはもう追いだけごめんそう追いだけごめんの時にもうその収録終わったあとやったからまた楽屋に行ってはい、はい あの時教えていただいたので見事優勝することができましたってご報告したらよかったねって言われたなるほどいい話ですねありがとうございますあのいや思ったよりちょっと長かったなと思っていや小田井さんは長いんですよ次原田さんお願いします八代さんとのエピソードがあれば酔っ払ってる酔っ払ってないです緊張はしてますけど酔っ払ってないですはい。僕はねあの八代さん すごく猫が好きなんですよお家でもあの猫を飼われてて、て僕もあの猫2匹飼ってるんですけども猫談義ですごく話が盛り上がってしまってスタッフさんが呼びに来たんですけれどもあの2人で盛り上がっちゃってるから、はい、なかなかスタッフさんが入ってこれなかったっていうそういったエピソードがあったんですね。なるほどありがとうございます <laughs> でも,うもうちょっとさ、なんかこう、<え>もうちょっとなんかこう、あそうなんですかそうなんですか<や>えみたいな、猫って素敵ですよね、はい、じゃあ、小上さん、お願いします。八代さんが素敵なんて言わない、永 <laughs> ちゃん、そこは<え>猫じゃなくてさてて、八代さんやろ、褒めるべきは。ごめんなさい、うん、間違えちゃった、<laughs> 何なんだよって <laughs>、えー。私はですね、純烈ジまあ今回、パート2でございますが、パート3をやりたいんです。 やれるにはどうしたらいいかということをです、ね、プロデューサーにあのお尋ねしたところ2の成績が良ければすぐ3に入るという <laughs> そういったご返答だったので。 えー、ぜひともですね、えー、上映している映画館で見ていただいて、えー、本当にあの友達、えー、誘っていただいて今これインターネットだったりニュースだったりねあのご覧いただいている方もどうしようかなと思ってる方もぜひあの劇場に足を運んでいただいて見ていただくとですね、えー、来年はもうお題さんはいませんので新メンバーとともに「純烈ジャー」列パート3ということとなっておりますんで、えー、ぜひともね俺ね新しいメンバーとも、うん。 やりたいね。純烈者、じゃ<え>そうね。じゃないとまたあのゴガさんが長年変身ポーズがなかったような、うんうん、ちょっとちょっとだけ寂しい気持ちで。俺だけ順列者じゃねえよってねうん、うん、新しい仲間が、うん。そうなんです。うん、あとはまあお大さん。 五黒さんありがとうございました。いや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 まだ早いまだ早いまだちょっと早いですそういう場じゃないんですよ。ね以上です。これからはいありがとうございます。そうですあの前回ワンの時こう舞台挨拶させていただいたですけれども実はその舞台挨拶の翌日がこれからご覧いただくおやきごめんツーのクランクインだったんですよね。で今日こうしてねあの舞台挨拶させていただきまして。 明日の純烈3のクランクインではないということなのでねあのさっきリーダーが言った通りあり皆様にどれだけこう応援していただけるかということが純烈ジャーの未来につながっているということでぱっと見た感じこうそうですね300人から400人の方いらっしゃると思いますえお一人様10回ずつで計3000回4000回弱のねえご来場をいただけたら結構3につながるのかなと思うんですけれどもまああのでも。 本当に監督はじめいろんな共演者の方々スタッフの方々のお力添えのおかげで皆様が何回でもこう見たとしても楽しめる内容の映画になっていると思いますのでどうか純烈、えー、じゃ追い焚きごめん、えー、応援してくだされば嬉しいなと思いいまます。す。よろししくお願いしますありがとうございます。 結果的に、はい、あのポスターとかでもありましたこれがなんか4人のラストバトルみたいなのありましたけどあの実はこれ撮影の段階はもう去年の話なので、はい、まだもう事務所もメンバーも僕が卒業するなんて誰も分かってない僕の心の中だけであのしなだったので、はい、だから、まあ、撮影した時はまだそういう話もない中で撮ったのでだから一旦あの皆さんには僕の卒業のことは一回忘れていただいて、うん、もうこの作品はあのパート1の 引き続き続のパート2と純粋な作品として見ていただけると非常に僕としてはありがたいなと思っております。うん、なんかそういう意味合いが何かこもってるのかみたいな感じで思われるとちょっとまた違う形になってしまうのでそうですね純粋にだからパート2と引き続きやってる作品だと思って見ていただけると非常にありがたいなというそういう感じでございますね。あ,ありがと、はい、ありがとうございます皆さんののおかげで、えー、このスーパーパ試合が まああの続編ということで9月の1日から公開ということなんですけれども本当にあの前回のね作品よりもさらにパワーアップしている作品だと思いますのでぜひこれから見ていただいてですね見終わった後はあのは SN SNS 等でですね面白かったよなんてねみんなで広めていただいてこの作品を一緒に盛り上げていただければなという,ふうに思います。今日は本当にありがとうございました